写真イコールワケオネアーマダ・エント、エムネットのサバイバル番組、ボーイズ・プラネットから誕生し、第5世代をけん引するボーイズグループとして大活躍中のゼロバセオネ。彼らだけでなく、ファイナルに進出した練習生は全員デビューが決まり、それ以外の練習生も活発な活動を展開し、注目を集めています。今回は、これからがますます楽しみな、ボーイズ・プラネット。 出演者たちの近況をまとめてみました。ゼロバセオネ4月20日に生放送された、ボーイズプラネット最終回で、ジャンハオ、ソン・ハンビン、ソクマシュー、リッキー、パク・ゴヌク、キム・テレ、キム・ギュビン、キム・ジウン、ハン・ユジンがデビューメンバーに決定。ゼロバセオネとして7月10日に、ユース・イン・ザ・シェードを発売し、デビューを果たしました。デビューアルバムは初動売り上げ。 発売1週間の売り上げは182万枚、そして9月の月間チャート基準で累計売り上げ203万枚を記録。デビューアルバムでダブルミリオンを達成した初めての K-POP グループとなり、人気を実感させました。8月にはソウル皇尺、古直、スカイドームにて、初のファンコンサートを成功させ、K-Global Heart Dream Awards、The Fact Music Awards、The も獲得。 デビューからまだ4ヶ月ですが、早くも音楽番組の MC、広告、グラビア、OST、挿入歌、単独バラエティ、自主制作コンテンツなど、多彩な活動を繰り広げています。10月には日本ファンクラブがオープン、そして11月6日にはセカンドミニアルバム、メルティングポイントでカムバック。同作は発売当日だけで145万枚を売り上げ。 さらにダブルミリオンセラーを達成。デビューアルバムを上回る新記録を作るのか、注目が集まっています。ゼロバセオネは今月29日に東京ドームで開催される2023ママアワーズに出演。レセラフィム、トレジャー、イオンジとのコラボステージも予告しています。レブン・エイブンはボーイズ・プラネットからの派生グループとしてジェリーフィッシュエンターテインメントからデビュー。 ファイナルに進出した日本人のケータ、パク・ハン・ビン、ユ・スン・オン、イ・ジョンヒョンの4人に加え、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフ、チ・ユンソまで、すでに実力と人気を兼ね備えた7人が集まり、デビュー前から大きな注目を集めました。グループ名のエブンは、イブニングズ・ニューエスト・エトイルズという意味で、夜空に新しく浮かぶ星のように、一番高いところで明るく輝き、 みんなの目を引くという覚悟が込められています。9月19日に発売したファーストミニアルバム、ターゲット、ミーの初動売り上げは24万枚を突破し、歴代ボーイズグループのデビューアルバムで6位に。またゼロバセオネと共に、2023ママアワーズにノミネートされ、注目を集めました。早くも日本オフィシャルファンクラブがオープンした彼らは、ソウルでデビュー後初のファンミーティングを終え、 今月18、19日に神奈川のピアアリーナ MM でファンミーティングを開催。デビュー直後の新人グループとしては異例の規模であり、ファンの期待が高まっています。ティオットファイナルまで進出したクム・ジュンヒョンと、同じくレッドスタート・エンから番組に出演した本後に、クム・ジュンヒョン、チェウジンの4人は、レッドスタート・ボーイズとして6月に日韓でファンミーティングを開催。チケットは即完売となり、 追加公演を開催するほどの盛況ぶりでした。その後彼らはティオットというグループ名でのプレデビューを発表。ボーイズプラネットで初登場から注目を集めた実力派メンバーであるだけにファンの期待が高まりました。